ラムマウント X グリップ買いました。今まで X、ん、オックスフォードのマイナーなスマホホルダーを使ってたんですけども、そちらをちょっと変更します。はい、開封しました。こんな感じですね。うん。いや、超ガッシリしてます。へぇ、かなり高級、意外と高級感ありますね。もうちょっと安っぽいのかと思ったら。あ、ここもかなりの、結構硬いんで、あ、結構いいかもしれないな。 俺のやってたやつ、オックスフォードのやつなんですけど、これをつけないとダメだったんですよ。でも、これがうっとしくて、あー、いい。あ、これ、絶対取れねえわこれ、これ。絶対取れないっすね。こんな超過程は <laughs>。いや、これ、初めか、あ、で、脱着の仕方も簡単じゃねえか、これ。あ、だちょっとあれか。場所によっては、 すするんです、ね、そこをうックやらないといけないんだねじゃあ実際にですねこちらにキュッと、えー、ハンターカーブの方にねキュッとつけたいと思いますつけれるよなこれ大丈夫だよな多分大丈夫だと思うけど G クラフトセンターキャリア来ましたねはい ちょっこちらですね、値段の方が千四あすみません、1万4500円ぐらいだったかな、大体そんぐらいでした。Amazon で買いました。<noise> え<ー> <laughs> これ、これちげえな、なこれ、省エネ用ダクトんな頼んだら覚えないですけど。 あ、えっ、ー、とあ、これ父親なんですね <laughs> で<れ>。ちょっとな,なんか箱できるなと思ったら <laughs>、これ二つだと思ったら、初めてさ <laughs>、こっちです。これがジクラフ。なんだろうね、これ。 まあ細かい部分は明日見たいと思うんですけども、ちゃんとステンのネジなんでいいですね。ちゃんとしてます。でかなりがっつりしてますね。あー、お結構重いです。これ、結構重いな <laughs>。で、ここにバッグを置く予定なんで、ちょっと試しに置いてみたいと思いますね。あー、あ、まあまあまあ、OK っすね。うん。 で、ここで、ここら辺にもう、充電、バッテリーとか置いて、常時充電しするような形にする予定なんですけども。明日は取り付けてみていいですね。はい。